割愛してお伝えします。トランプ大統領は1日2000億ドル分、日本円にしておよそ22兆円の中国製品を対象とした第3弾の対中制裁をめぐり、追加する関税率を当初の 10% から 25% に引き上げるようアメリカ通商代表部 USTR に検討を指示しました。おー、イエーイ。アメリカ政権は7月に対中関税の第1弾を発動しましたが、中国側も報復関税を課して膠着状態に陥っています。USTR は1日関税第3弾をめぐって民間からの意見を9月5日まで受け付けると表明。そのため第3弾の発動時期は同月以降になる見込みです。ただ、さらに2000億ドルもの中国製品に追加関税が課されれば、中国からの輸入の半分が制裁の対象となり、米中の貿易戦争の深刻化は避けられません。また第3弾の対象となる6000品目は消費財などが含まれており、アメリカ経済にとっても悪影響が避けられないと見て、見られていますということなんですね。そしてもう一本、こちらはポストセブンの記事を一部割愛してお伝えします。中国の上海で街頭の習近平氏の肖像画入りポスターに黒インクをかけた様子を中国版ツイッターウェイボーに生配信した女性が突然姿を消しました。警察に逮捕されたと見られていましたが、精神科病院に強制的に入院させられていたことが明らかになったということです。ネット上では本当の患者は入院させずにほったらかしだが、当局に都合が悪い健常者は逆に精神科病院に強制入院というのが中国の実態だとの書き込みが見られますと。ね、なるほど、これ2つともつながってるんですよね、はあはあ、あのアメリカの対中制裁がなんかちょっと効き始めちゃってるみたいで、はい、景気がねちょっとチャイナおかしくなってるんですよね、うん、でそれでまあ、去年、去年というかね2015年、はい、2016年、16年とボロボロなんですよ、チャイナ経済、はい、もうちょっとでチャイナショックみたいなところまで行ったんですけど、あの2017年にですね金融緩和して一応立て直したんですよ、はい、で立て直して、でもあまりにもそのもう不良債権みたいなのもね、はい、温存してしまったのでやばいということで、そのまあハイレバレッジなね、もう要はもうお金も貸しまくってもう水ぶくれみたいな状態になったので、ちょっともう少しずつこう水抜いていこうよみたいな感じで、少し金融引き締めとかも始まってるところに、なんとトランプ大統領がドカーンと関税、ね、かけてきたりとか、あと ZTE がね営業停止を追い込まれたりとか、いろんなことあって、でまあちょっとチャイナ経済絶不調になりつつあると。まあ、一応いろんな統計ではね、いやなんか実は良かったんだとか言ってるんですけど、本当かどうかよく分かりません、あの数字はもうほとんど偽造されているの で、でそういうふうにこういろんな不満がですね、アメリカとこと構えて結局なんかもう何もなってねえじゃねえかっていう不満が、まあ、今回のこのね、墨汁事件になったみたいで、まあ、関平さん曰くですね、墨汁以外のものもねいっぱいぶっかけられてるらしいんで、ここでは言えないようなものも、ぶっかけられてるそうなんですけど、まあ、とりあえずうんこは軽くかかってたらしいですね、らしいですね、うんこ以上はもう言えません、いろんなもんが、想像絶するものがまあかけられてたらしいんですけどね、でこれでその、まあ、かけた女性がね精神科の病院に入院ということで、要はもうあの、チャイナの方針に逆らうやつはみんな頭狂ってる認定なんですね、あの国はね、であのあれもそうですよね、劉少奇とかもね、あの精神病院ね、入れられて、そのまま何のケアも受けずに、あの文化大革命、文化大革命ですよね、はい、でそのまま爪も飲み放題、髪を飲み放題で、もう最後狂人のようになって狂い死にしたと言われてますよね、病気が悪化してね、そのままね、だそういうことをするんですよね、これおかしいですよね、病気でもないのにその精神病院入れられなくてね、まあ、ただ大高さん、その一応その、ね、入れられた場所が分かるだけまだマシといえば言えなくもないんですか。でも、うん、どこに行ったか分からないってのが一番怖いですから ね、 怖いですね。でもどの精神病院か分からないでしょ。分かってないですよね。あ、なんかこう薬物とかね、注射されるとかいろいろ聞きますからね、怖いですね、中国の精神病院、それでおかしくさせられてしまう、本当におかしくさせられてしまう、うん、そういうことなんですね、いやだからあのこれ結局ね、あの元はといえばアメリカなんですよ。でそのアメリカがただでさえね、この間340億ドルやりましたよね、でそれも桁が1個上の関税をこれからやろうとしてるわけですよ、9月に。これはやばいですよね。でこれなんとかやらないでくれってことで今秘密交渉をやってるみたいなんですけど、さてどうなるか感じですよね。でチャイナとしてはね、あのアメリカからこういうことやられてもチャイナ大国なわけですから、でしょ、表向きね、じゃあ俺たちが制裁やり返してお前らのが組まれてるこの野郎ってやったら、実は自分が困っているというね、典型的なのがね豚肉関税、
あっていうか大豆関税だ、ごめんなさい、はい、大豆関税大失敗しまして、大豆に関税かけるじゃないですか、うん、そうするとね、あの豚肉の値段が上がっちゃうんですよ、豚が大豆組んで、あの大豆から油絞って絞りかすを豚にあげるんですよ、はい、豚にあげるの で、で豚の値段も上がっちゃうわけですよ、餌代が上がっちゃうんで、そうするともうなんか自民の不満が爆発するじゃないですか、チャイナで豚価格が上がるっていうのもありえないですから、大変ですよ、大変ですよね、もう豚食えなくなったらもう豚も食えないのかみたいな感じになるの で、で結局どうしたかというと、じゃあ関税の分ね補助金出しましょうとかいうわけわかんない話になってるんですよ、最初から関税かけなきゃいいじゃん、はいはいはい、もう完全に腰くだけですよね、でトランプ大統領のまあお膝元のだから大豆農家は結局なんか輸入量変わらないんで、あ別に良かったんじゃないみたいな感じで、痛くも痒くもねみたいな、で他にもまあそういうのいっぱいあるんですよね、まあ、どう考えてもあのチャイナがアメリカに輸出している金額の方がアメリカがチャイナに輸出している金額よりも圧倒的に多いので、まあ、困るのはチャイナですよね、はい、ただねあのこの後ね、消費税とかが対象に含まれているのでアメリカの方の消費者もですね、チャイナから安い消費税買えなくなるので、これがまたちょっと問題になるかどうかっていうところですよね、100円ショップで売ってるようなものそうですね、でチャイナはね EU と組もうとしたんですけど、あの EU とアメリカの貿易戦争始まりそうだったんですが、あの直前で回避されましたね、この間ね自動車をめぐってね、はいはい、なので、まあ、ちょっとなかなかあのトランプ大統領もあのこうまいんですよ、ね、でロシアも今度引き込んで対中包囲網を狭めようとしてますよね、で問題は北朝鮮ですよね、こいつらちゃんとアメリカの味方するのかとか、なんかもうまた二股外交ですよ、はい、北朝鮮はもともとだからロシアと、チャイナの間で、まあ、ソ連とチャイナの間でこう二股外交をやって振り子みたいに、そうですね、でそれでその朝鮮の独立を守ったということになって、あれが正当な政権らしいですよ、ムンジェインに言わせると見事に二股やったんで、もうなんかちょっとどうなのって思うんですけど、歴史は繰り返すんですね、繰り返すんですかね、見習いたいってことなんですね、まあ、いずれにしてもこのだから関税が発動されるとですね、チャイナ経済は結構苦しいし、あと世界経済にも影響あると思います、はい、日本にどういう影響が、そうこれがね困ったもんでね、日本って結構ねチャイナとの貿易が多いんですよ、確かね輸入でナンバーワン輸出でナンバーツーなんですよ、であのチャイナに深くコミットしている会社ありますよね、はいはい、某商社さんとか、某研究メーカーとか、はい、こういうところが思いっきり影響を受けるかもしれません、だ株価的に言うとそのチャイナ率がチャイナ依存度が高い株価が下がってあの会社の株が下がって、そうじゃないところは上がる、とはいえあのチャイナと の、 その、まあ、経済的な関係が密接であればあるほど、この関税の影響って受けるので、日本はだからちょっとやばいんですよ、普通に考えると、じゃあどうすればいいかというと、もう答えは一つしかなくて、日本の GDP って9割内需なんです、あの貿易ってね 11% ぐらいかな、1割ちょいなの、でその9割内需なんだから、内需を喚起すればいいんですよ、で内需を、ね、喚起するのに増税なんかやったら逆でしょ、だから増税やめればいいんですよ、そこの結局そういうことになる、勇気つきますよね、チャイナショックが来るんだったら増税やめる、そのためにね省庁再編しちゃえばいいんですよさっきの予言じゃないですけど一つの話が全部つながりますね、全部これつながった、全部すごい、全部うまい、先手打ってやんない、そう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 、そういうことなんですよ、だから内需を喚起するためには、まずは日銀がしっかりと物価目標を達成すること、でそのために政府は邪魔をしないことです、で誰が邪魔してるかというと財務省で、その財務省には岡本茂林閣下がいらっしゃる、はい、ね、これ野党も怖くて手出せない、ね、野党ももうじゃあ茂林閣下の悪口一言でも言ってろっつってツイッターで挑発したんですけど、あの言えないです、彼らビビってんです財務省、そんな財務省の一官僚にビビってるやつが安倍さんの首なんか取れるわけないんですよ、ポーズパフォーマンス、はあ、でそうじゃなくて野党もだからちゃんと今回の省庁再編のきっかけになりそうな大蔵省 の、 あのセクハラ疑惑、ね、セクハラ疑惑というかセクハラ事件と部署改ざん事件しっかり追及すればよかったのに、はい、森かけアホみたいなやっちゃったんですよ、それは朝日新聞のせいですよね、おそらくね、はい、で朝日新聞は、まあ、要はそういうことですよ、はい、もうあのやる気ないんですはっきり言って、日本を良くしようなんてことはやる気ないんです彼ら、はい、戦前あれだけ戦争を煽った朝日新聞ですから、はい、でもこの後でも本当大変なことになるかもしれないので、日本はこの、まあ、チャイナショックに備えるには、はい、やっぱり、ね、内需をしっかり喚起する必要があるので、まあ、増税なんかやってる場合かと、もう1万回自問自答してみろっていうところですよね、で合わせて、ね、あの日本は、ね、人権カード切るべきですよ、こういうね、はい、その反政府運動をやったら全員精神病院に入れられるんですか、めちゃくちゃですよね、おかしいでしょ、かけただけでね、ねえねえ、させられたらね、本当ですよ、まあ、日本でもね、あの共産党のある市議がね変なもんサドルにかけてね、その人は捕まりました、これは犯罪なんでね、はい、サドルに変なもんかけたら、これは
革命ののろしを上げてしまったんですけど、女性の、あの、ね、そうですね、女性の、まあ、自分の自転車のサドルだったらよかったんですけど、女性の自転車のサドルにこれ変なものをかけてしまったら、あのね、ね、なんか体液ですか、そうですね、はい、習近平のポスターにかけてください、どうせなら、はい、やばいですけどね、はい、まあ、日本国内じゃ強制、ね、入院させられることは少なくともないですからね、はい、まあ、少なくともないので、まあ、あの、おそらく公然わいせつかなんかで捕まるだけだと思うんですけど、ですね、はい、だからでも本当習近平様ね、これお気をつけいただかないと、習近平様って言わなきゃいけない、いよいよね、習近平様って言わなきゃいけないんですよね、徳田アラーまで追い詰められてるような、ね、あの、習近平様って言わないと BPO の方からなんか怖い人がそこはもう大丈夫だと思います、いいんですよ、はい、習近平様が、まあ、全部大丈夫だ、国中とかうんこがポスターにうんこかかってますよ、もういいじゃないですか、習近平様動かかってますよって言わなきゃいけない、そんなに連呼しなくてもいいじゃないですか、いいんですか、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、大丈夫です、なんかもうそういうふうに言わなきゃいけない、いやいやいや、礼を失するとか言われた